はい、皆様こんにちは。リヒトドンキルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦がくばさら3宴、大谷さんの天下統一続けていきたいと思います。人用ねじるうひひひ。はい、前回は政宗様のところに行って馬です頑張りました。まあ、地方領主がみんなね潰れてしまったんで、のんびりやっとしましょう。徳川軍敗退。あれ、まあ水谷のとこ残ってるのちょっとまずいんだけどな。誰か水谷潰してくんねえかな。勃発した。あいえー、海賊の島襲撃。そこまで遠征するの？逆らうな。ただをこねねば悪いようにはせぬ。こねる。こねねばってちょっとかわいいよね。剣心様、兄貴んとこ、おじいちゃん。どこもめんどくせえな。結構。勢力図を見るよ。1,2,3,4,5,6,7,8 8個残ってるんだったら44で潰れへんかな。じゃあ1,2,3,4,5 1,2,3,4、いや9個残ってるな。じゃあ1個潰しといた方がええんとちゃいますかって感じだけど、どこ潰す？剣心様か北条のじっちゃんか。最近ここ行ってねえからここにしよっか。装備どうする？まだこれの方が、ああ、装具ちょっと変えようか。装具を、妖刀と虎皮に戻すか。やっぱ防御が薄いからな。で、これが体力アップで攻撃力はそんな上がってんの？ここ、この武器？まあいいや。セクナ以外も使いたいけど、この場所も結構移動必要だからな。もうちょっと待ちかな。レベルマックスだけど。ちょっと他の技も使いたいけども。ちょっともう一回このステージも馬に乗る場面があるイコール移動が結構多いので、ちょっとここも。セクナで行かせていただきましょう。レッツゴー。私にとりかけがえなき六旅目、この記憶に挑むそなたは何者か。セリフどこないかな。勘兵衛さんととかありそうか。はい、勘兵衛さん、元成、鶴姫ちゃんぐらいか。でも鶴姫ちゃんもう潰れてるんだよ多分な。無敵の俺がいる限り川中島は絶対無敵。わーい。でもお前、おととい近所の子に負けてたよな。崩しながら行きたいけど、めちゃめちゃ取り残してんだよな、人をな。いるのは無敵ばかり。待って、ここ刑事とか入ると面倒くさいかな。一旦降りて、一旦降りてって。ウェーイ。よかろう。あ、ちょっと我と共に最後まで眺めるがよい。ちょ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 、危ないよ。あ、ここまで来たんだったら、まあいっか。空よどみ鎖でスコアとなる。やれたか？やれたくさいな。じゃあ曲がって、でもすすって強くなったか。曲がって、あ、ここここ押し込んで、あー、入れない。入れない入れない入れない入れたー。誰にも取らぬ。これ結構強。あー、でもそ、あー、やべえ。マジか。ってして、よし、おいしょい、もういっちょ、奴らは私が切る。でやって、もういっちょ、もういってやって、もうひょいってやって、これやるか。いいよ。この玉に映る主の思想が、いけるか？いけたー。よし、ここでちょっと頑張って妖刀を稼ぎたいな。
買い物していく。特別音響は楽ちんで稼げる。ちょっと待ってな、これを取って、血が開けたぞ、才女さんを吸収せよ。これが範囲広いから、ちょっと待ってな、結構難しいね。道は開け、よし、こうこうよ。私は先に行くぞ。さようか。技終わりにくるんって行っちゃうのはちょっと辛いな。どうしたの？拙者もあのような活躍をしたいのだがな。ほいしょ。大谷様って中身がない感じだよな。ほら、めちゃめちゃ中身あるよ。あんなの相手に肌立つかよ。失礼なことを言うんじゃない。あと、終わって終わって終わって終われないで、ね、終わった。よし、ここら辺でも稼ぎたいから、ちょっとで入る前にやりたいかな。あー、こうかな。入って。ちょっと今、矢倉の攻撃が怖いんだけど。雪景色は多かれど、雪をも溶かす恋の花。これ何の花なんだろうね、そういえば。冬を乗り越え、その時を待つ。なんか刑事久しぶりだな。なんでだろう。このムービーを見るのがすごい久々感がある。この前田ケースという木にウグイスを呼べ。最近あんま京都のステージに行ってないからな。おい、多分これでインワスおるから。おい、あーダメか、インワいいね。あぶね、雪降りの千葉喧嘩と参りますか。あいつが目の前。案ずるな。我が望む世は皆平等よ。ちょっと先に使うわ。よいしょ。どうした勝負？やつらを早く不審と化せ。三成よ、分かった分かった。まずは落ち着け。分かってちょうだいね。ちょっと陣のあれが邪魔だ。明日お手当ての日なのにやられてたまるか。ってやって。よいしょってやってから、続きでやって引き寄せからのもう一度こう。戦を動かすのは兵の数にあらず、一人の猛者。あ、そして陰をつけて引き寄せて、一番苦手な日なんだよな。ふい、よかろう。はい、なんか我と共に最後まで眺めるがよい。倒れてるこの間は多分ダメージは入っていくから、これで引き寄せが届いたら OK。 よし、いいね。ああいう風にね、ずっとうまいことやれてたらいいんだけど、まあそれは何でもそうなんだけど。ここは一時撤退としますか。何でしばく。無敵さんをしばくときって結構何でやろうかなって悩むんだよね。やっぱ突撃かな。俺は無敵の主人公。なんで突進みたいにグラグラしてるんだろうね。1年かけて名を上げた。もう何年前の話だよって言われたよ。キラーン、危ない。はい、あーガードする。それはともかく俺は無敵。ガードするなんてもうそんなことしちゃダメよ無敵さん。あ、意外と耐える、意外と耐える。よどみ腐りてソアとなる。そこのつづらを壊したくない。俺は万能の主人公。無敵さん、つまりお前が悪役だ。無敵さん、無敵さん、あ、やばい、ちょっと無敵さんに弾かれた。なんということでしょう。無敵さんのバカ。あれ、無敵さんめっちゃめっちゃ耐えるじゃん。どうしたの。俺が無敵になったいきさつを教えてやる。終わった。越後は上田の将に生まれ、めちゃめちゃ耐えられたんだけど。無敵さんってば。大谷さんの攻撃力が低すぎ問題。そしてこの東堂は私のそして何事もなく進んでいく。固くなに人を拒む。さあ、さあお前も帰りなさい。寒い。そろそろこういう時期やけど、結構早い。地域によってはもうこんな感じかもしれへんけど。はーい。
ブーストをいい感じに使えばな。あ、まだ終わってなかった。さあ参ります。おい、原神様、念じるお姿に花が咲く。今日は私が一緒に行こう。どっちから行けばいいんだっけ。いやー、こりゃ光栄だね。女神様、あれ、これ戻るやつだっけ。なんかいつもと違うルート行ってんだ。まあいいや。喧嘩と戦は違うんですよ。なんでそのとこにおつづらが。ケージ悪いね、剣心。鼻から喧嘩のつもりだよ。あ、ここジャンプポイントだ。ほいしょー。シジマを裂きますか。ここ最初のあの剣じゃないけど、あれか。見ているだけとは、なんてもどかしいんだ。目が回る。お前の勝ち名乗りに耳を澄ませましょう。必ずや。いいよ、ひょっからの三角三押し。これで陰の助って三角三押しがさ、ミスるとこ弾投げるやつになっちゃうからさ。どうだい、帰りたくなったら。これはどうしようかな。陰を一通り潰してからやった方が。あれ、用事がある。ああ、案内は良い。陰を一通り潰してから武将をやらないやった方が楽だから、それがいつものルートなのかな。ちょっといつも空へ。止まって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 止まりづらい。皆の者、これで明日は我らの手の中ぞ。ほい、今の状態ちょっとまずいかも。やって投げ、あー投げられない。赤いいのついてないから自動でいかない。太鼓の拳声に比べれば、あれ、ちょっとボタンがうまいかと。オッケー、これでいける。なんか後ろから誰か来てる。ほいしょい、痛いよ痛いよ、やめて。一つさらりと乗り越えてみせ。なんかこっちに誰かいるんだけど。業務がなしだと。長尾さん、すみません。そうだ、上杉軍は天下一の軍だ。オッケーオッケーだね。あ、ここ飛べる。あ、ナイス、めちゃめちゃ楽じゃんこれ。こんなとこにあったんだ、そんなの。もしかしてコロッと負けちまうのか。ほいほい、あ、インカついてない。狙いの踊れ、ちょっとね、向きがある向きがある向きがある、めちゃめちゃ向きがある。痛い。主の阿武器は醜いカニか。よもや泉の雪解けか。ちょっと忙しいんだよ、私は。この場合をこれで蹴散らした方がいい。蹴散らした方がいい気がしたので、で止まって陰をつけて、企みでも思い返す。よし、終わった。陰をつけ始めればこっちのボン、あれつかない。狙いのやつ。あはやぐら邪魔。許さない。任せよ。いいよ。沈み撃破。完璧な婦人に傷を。おしょい。投げて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 。オッケー。何の特別装置？ああ、陣か。陣潰し。私が不甲斐ないばかりに。舞台の末どのルートが一番王にして悲劇。どっかに飛ぶとこないんかな。他にないかな。この向こうとか飛ぶとこなかったりする。ないか。そうなったらなんかあっちから行った方が、あっちから行ってまた飛んで、いざ進撃の方。あ、どうしちゃった。そこのつづらはいいや。降りて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 、オッケー。よし、春日ちゃんさっきルート取りがちょっとね、ぐだってしまいましたけど。虎が倒れて一難去り、そしてまたあのお方の日々を乱す者め。寒そう。キラーン。出て行け、剣心様の愛する雪景色にこれ以上踏み入るな。そのポーズの意味はよくわからないな。
なんか参上したけど何？見ていてください、剣心様。カスラの働きを。剣よ、雪の中咲き誇りなさい。主が我と同じ人間であるとは到底思えぬな。どういうこと？ワオ！剣よ、迷い曇りは身を滅ぼします。おいしょほう。万が一にも無様な戦は見せられない。回復乗りたい。インを受けて。カスカちゃん、もっと自分を大切に。そんなことを言う奴はあまりいないぞ。待って。飲まれ溺れよ。私は夜。待って。お前は咲き誇る。ちょっとわかんねえ。アウト。花よりも美しい。いや、三次のすべてを用いてでも貴様を撃つ。チェンジ。時間がかかってしゃあない。オッケー。忍びとしての私の腕、はい、眠ってしまったのか。それでいいんだよ。戦いなんて虚しいだけさ。この者を倒したらお言葉を。剣心様。ヘイ。時短。私は鞘の中には戻れません、はいはい、あんなにいい子はいなかった。本当だ。そうかい。あ、回復が、あーいらん。あ、ちょっと待ってな、この辺にもう一個あるよ。あー、バサゲージだった。時間がかかりそうだなって思ったのに、もうチェンジでっていう感じで、チェンジで回復回復。こうして突撃だ。ああ、対象に見せてやろうぜ。本当めんどくせえんだよな。刑事、傷つくことは許しません。平気平気。こうなると大谷さん本当つらいんだよ。起き上がるさ。どうにも主とは決まらない。ガードをされてしまうとさ、本当になんか主は聖の王家を知るがガード崩せないんだよな。何やってる。さすがは刑事、荒ごとには慣れたもの。やっべ。そのようなお呼び越しで戦は務まらぬ。これだったら崩せない。どうしたらいい。あんたはいいな、目に力が入ってる。待って、豆よ豆玉。太鼓の拳骨に比べればな。よあ、そろそろ行くか。向こうもバサロード使ってくる可能性が若干出てきまして、出てあるね。さよなら。元気だよ。あの空くらいに俺は元気だ。これが人の生きる。ほいちょい。我は人の子のぬるま心を望む。我は旅の心変わりを。時間かかるな。風来の加護も頼もしいものですね。だったら崩せんだろうな。主のアブキは醜いカニか、狭いよもや泉の雪解けか。チェンジ。なんかもう時間かかってしゃあねし。あい、企みでも思い返すか。よし終わった。間に合わない。不安に合わねえな。金目を落とせばこっちのものですよね。大きな谷に哀れを撒いて。ああ、そういう連携もありかな。こういう一発入り始めてくれたら結構ねいいんだけどね。主のあぶきは醜いカニか、あーダメだ。よもや泉の雪解けか。よいしょ。どうしような。負けるな。祝宴での再会を果たそうぞ。あーダメだ。企みでも思い返すか。時間がかかってしゃあないな。オッケー。引き殺し。あれは見張るか。なんか取れてない気がする。いいや。草千里。
お前と見た。ひょーい。空の青。着いたよ。時間かかるやつこれ。いやーなんかこれ時間かかりそうだなって思ったら三成に下りそうだなって思ったら交代する感じが懐かしき日々も今も昔で三成にダウン取ってもらって大谷さんに伝授してっていうのがもしかしたら見栄えもあっていいかもしれないね。おいでなさい。いてついた私の剣そなたに焦がすことができるならば。さあ、剣心様は怖いぞ。深淵が最初飛んでくるんだよな。入ると同時な。いや、あれだったら、いざ、うん、これでなんとか。トードに春を呼ばん。軍神が来た。ちょっとついに現れたか。マジか。我らでは契約だ。これまで冷たき棺にて眠れ。はい。悔しいや。主には誰も手が出せぬとくる。へえ。これは不幸か。はたまた幸か。オラーってやってからのブン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 奴らを早く無人とかせ。三成よ、分かった分かった。まずは落ち着いて、落ち着いてられるか。大谷さんが倒れたぞ。落ち着いてられるか。怒りの鬱屈だ。残骸だったかもしれない。この技名前忘れた。戦えぬように生きるなと。回復取っても、あーごめん、こっちだった。もうまた大谷さんダウンしちゃったよ。誰が呼べるのか。いやまだよ。難しいな大谷さん。滅びよ、まだ来るな。ガードされてるとちょっとな。我は人が苦しむ姿を見たい。それまで技の発動の待ちと待って、あれが遅いのもあってな。困っちゃうねー、困っちゃうねーじゃねーんだけど、困っちゃうねーじゃねーんだよ。頑張れ。なんか弾き返しやいっぱいやったから蓄積効果上がったわ。お、レベルアップしたけど、あー864まで上がったか。でもなー、闇属性と闇属性があってこれだからなー。体力吸収があってこれなんだもんなー。はい、それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。